ねえパパ、お酒に合う燻製が作りたいんだけど。そうだね。今日は百均の王様ことダイソーで揃えられる手作り DIY 燻製キットを作ってみたんで紹介するね。3つのパーツ300円で作れるキットを作ってみたんで、ちょっと見てみて。燻製器以外にも燻製で使えるチップやブロックなんかもダイソーで手に入るからね。スタッキングするとかなりコンパクト。まずは下皿に使うステンレスのお皿、 15.5cm のミニボール、ジャンコード乗せておきます。次にこのボールにぴったりフィットする網、反対に乗せてもこの通り。こちらは園芸用のミニ土ふるい、こちらもジャンコード乗せておきます。3つ目は 18cm のステンレスボールだとして使います。ジャンコードはこちら、この3点ガリスタッキングできるものですね。こちらで今日は燻製器を作っていこうと思います。で、この300円だけでもですね、燻製器っていうのはバッチリ作れるんですけれども、ここで1個プラスアルファ用意しておきたいのが、はい、ネオジウムの磁石ですね。いろんなサイズダイソーで売ってるんですけれども、小さいサイズのものを2つと大きめサイズを1つ買ってきています。これもジャンコードを載せておきます。これとこれ、ジョニーの思惑ではですね、この磁石があることによってですね、燻製ライフが爆上がりしていくと。いい、ひっつかねえよ。はい、まず大きい磁石、こいつをえい、まあ熱くなった上蓋をマグネットの力で持ち上げて移動させてやることができます。それからですね、内側ちっちゃい方のマグネットですね、これをよいしょよいしょとこうして貼り付けてやることでですね、内側からですねベーコンなんかをこうぶら下げてやることができると、そういったことになってます。ちなみにこうして挟み込んでやるとさらに強度アップ、はい、がっつりひっつく。で、こいつがですね超絶シンデレラフィットしていくんですけれども、まずは下皿、今度は粉網をこんな形で乗せてやります。この蓋をジョンと乗せてやるとですね、大きな燻製器に変化します。で、この燻製器がたった300円で作れるというのが今回のポイントになってます。しっかりですね高さが稼げるので、この内側を見ると、はい、このぐらいですね距離が稼げると、まあ小さなベーコンぐらいならですねぶら下げた状態での燻製調理が可能になります。こちらの土ふるいはですね、まあ食品用途で作られたものではない、まあ一応ステンレスなんで問題ないんじゃないかとは個人的には思ってます。はい、で、ここまで紹介した3点以外にですね、今回燻製に使用するもの、まずはダイソーで売られてる、はい、スモークチップですね、ウイスキーのものと桜のものを買ってきています。あともう2種類ですね、くるみとミックスっていうものが売られてるんですけども、まあそちらはですね近所のダイソーにはなかったんで、違うタイプ、ウッドっていうですね、火をつけて蚊取り線香みたいな感じで煙を上げていくっていうですね、こういうブロックがありますんで、こちら220円でこちらもダイソーで手に入りますんでですね、こちらはミックス、今回は試してみようと思います。で、それからこちらの焼き網ですね、こうして置いてあげることで、そこにですねある程度こう隙間が、第一関節の半分ぐらいですね隙間ができるんで、スモークウッドとかはですね置くときに火が入り込んでですね燃えなくなっちゃう、まあ、消化してしまうっていうのを防止するこのロストルに使おうかなと思って買ってきてます。残ったこちらの焼き網は、まあ、シングルバーナーの上に置いてあげることで安定させてやることができます。なんでこちらの2枚セットの焼き網ですねゲットしておくといいんじゃないかなと思います。じゃあこの後、買い出しの後で、食材の紹介に移ります。僕の飲み物も忘れないでね。はい、じゃあ早速ですね食材の方を買ってきましたんで、はい、定番のベーコン、それから角切りのベーコン、それから 6P チーズコクうま、それからうずらの卵ですね、ゆで卵にしてやってやろうかなと。味玉を作ってそちらをスモークにしていきます。たまらないね。それからミックスナッツ、こちらをですねスモークナッツに変化させていってみようと思います。
はい、では燻製の方完成いたしました。早速ですね、ちょっとママと一緒にしっぽり行かせていただこうかなと。乾杯。はい、行くぜ。オープン。めっちゃ美味しそう。たまらんね、こりゃ。すっごい匂いするね。ね、吊るしておいたベーコンから行ってみますかね。うまっ。美味しい？めっちゃうまいよ、これ。じゃあ、いただきます。やばい、これ。うん、香りがすごいね。うん、厚切りベーコン、うん、いや、程よい香りっていう感じで、これはこれでいい味。あ、うまっ。じゃあちょっといただきます。あ、ブロックのやつの方が美味しいね。うん、あ、全然違う。うん、もう強烈で面白かったけどね。うん、うん、美味しいね。美味しいね。あと、うずらの卵、これ下味つけてないんだけど、どうかな。うん、香りはすごくいい。だけどやっぱり下地いるね。うん。か、これに塩をかけるとかね。うん。うん。でもお酒進むわ。うん。もうやばいね。たまらんね。続いていい？うん。こんな感じでーす。うん。厚切りベーコンとチーズが優勝。うん。うん。間違いない。やっぱりチーズ美味しいね。うん。やっぱりゴロゴロ切った方がいいんじゃろうね、これ。そうじゃね。じゃけんタコとかも美味しいじゃろうね。うん。はい、というわけでですね、燻製で作ったおつまみ晩酌セット、また晩酌の方していきたいと思います。ナッツ食べたい。ね、このラインナップだとね、チーズとベーコンとナッツとって言ったらやっぱワインでしょうね、ジョイ君。ね、僕がいなきゃ始まらないよね。始まらないよね。よいしょよいしょ、駆けつけ3杯。おほう、いい音したね。ね。あれ、あいか。何が？え、美味しそう。いい匂い。はい。はい。本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ベーコンの方いただいていこうかな。うん。
燻製済みのこのベーコンをですね、大量に息子1号に食べられてしまいまして、色がついてないんでもう丸分かりだと思うんですけど、こっちのやつは燻製がされてないやつなんですよね。ちょっと食べ比べをしていこうかなと。普通の厚切りジェイソン。ジェイソン、うん、わーいじゃまあ普通に美味しいよね。うん、あー、ほんで燻製済みいただきます。スモーク風味が全然違う。うん、なんかこっちの方が水分が抜けた分旨味が凝縮しとる感じ。うん、進むね。うん、同じものとは思えんぐらい全然美味しさが違うね。うん、やっぱ燻製すると違うね。美味しい。うん、ナッツもいただいてごめんね、余計なスパイスがついてるかもしれない。うん、私さらに言ったよ。うんうん、美味しい。うん、ベビーさん、あ、プリプリ、あ、美味しい。香ばしさが合うよね。うん、うずらの卵が、今回はこれめんつゆでつけたやつね。うん、いただきます。いただきます。うずらの卵が一番いいかもしれん。うん、キャンプに行くときはうずらの卵持っていこう。うん、それかもうめっちゃ時短するんなら、うん、味玉あるじゃん。うん、あれをもう持ってって、うん、あれを燻製したらいいんじゃない。そしたらつける時間もないし、茹でる時間も短縮できるし、それでいいかもね。うん、まあでも行く前にグッとってうずらでもめんつゆにつけた状態で行けばいい。下ごしらえしてから行った方がいいかもね。そうだね、ゴミも出んしね。あ、卵美味しいわ、優勝だわ。ロッピーシーズ、6P ってすごいよな。え、どういうこと？うん、うん、すごくない？すごいよね。ね、よいしょ。はい、ジョイ君もどうぞ。残りはもらうね。じゃあチーズいただきます。やっぱりスモークチーズはいいね。うん、定番だわ。うん、うん、はい、進むな。うん、燻製にするだけでめっちゃ美味しい。うまいぜ。ただね、チーズを食べた時にやっぱ思うのがね、ちょっと茶色くなるんよね。この銀紙を触ると指先にこう色がついて洗っても落ちなくなるんですよ。そうそうそう、ここだけ一応注意いただいた方がいいかな。ねえ、匂いは取れるけどね。まあ、キャンプの時ならね、うんうん、うん、そんな匂いなんかも気にならないしね、うん、少々手が汚れてもいいんだけど。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーからバイクキャンプや積載容量の限られた車に適したコンパクトキャンプギアの情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。はい、じゃあ今日はここまで。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。いただきます。全てをシートに立てるんだ。最初は苦味ないけど後から。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないから。